岩本一蔵は、日本中央競馬会立党トレーニングセンターに、所属していた元長教師、元騎手。騎手として、バンブーアトラスで、東京優秀、ラフオンテースで、阪神三サ歳サステークスなどに優勝し、長教師として検証場、テームオペラ王を管理した。2000年度、JRA 賞最多賞金獲特長教師。1947年。 鹿児島県にて4人兄弟の長男として出生。小学6年生時に父を亡くした岩本は母子家庭の長男という自覚から中学卒業後、集団就職により大阪天禄の花屋で働く。社会人ながら当時150センチメートルにも満たない小柄な体育であり、このハンデを活かせる仕事はないかと模索していた岩本は友人に誘われ、 そのだけ馬場へと赴いた際、あの仕事は自分に向いているんじゃないかと、騎手家業を意識し始め、後に、競馬新聞社に騎手になる方法を尋ねるといった行動も起こしている。やがて18歳となった岩本は、同じ鹿児島出身の騎手が所属する、伏せただし級者を尋ねて知りおしがん。一度は、定職についているし、馬に乗ったこともない。やめときなさいと断られたものの、 騎手への思いを捨てきれない岩本は、伏せの元を再度訪問しで仕入りを認められる。短期講習生のカノリ騎手として、伏せに指示することとなった岩本は入門して7年後の1974年に騎手デビュー、この時すでに27歳という苦労人であった。その2年後には、伏せの次女との結婚を許され、岩本は伏せの義理の息子となっている。 デビュー初年度より順調に勝ち倉を積み重ねた岩本は1977年の中日新聞杯をキングラナークで制止重傷初勝利。以来、ラフオンテストのコンビで重傷5勝を挙げるなど、騎手として生涯所属した不世求者の馬を中心に中央競馬の重傷競争で29勝を記録。八大競争は1982年の東京優勝を バンブーアトラスで制している。1989年2月調教師免許の取得に伴い現役を引退。機種成績は通算4917578勝。ファンや関係者、マスコミからはしつこく、ライバル場相手に食らいつく、手綱なさばきから、まむしとあだなされ、人柄からか、しっちゃん、いっつ、あんと親しみを持って呼ばれ、インタビューや、 取材時の独特の語り口は、しっちゃん説と呼ばれ人気があった。同年11月、長教師、夏村達夫の死去に伴う旧社の解散により、施設を引き継ぐ形で、岩本一蔵旧社を開業。初出走は、同年12月2日、阪神競馬第8競争の R カップで急着。初勝利は、翌1990年1月15日、京都競馬。 第2競争のミヤジペガサスで挙げた。同年のオグランサイステークスをテームリズムで制して重賞初勝利を挙げた。1996年より2010年まで和田隆二が所属騎手となっていた。1999年のサツキ賞を和田騎乗のテームオペラ王で制し、岩本の長教師としてのジョギー初勝利とともに和田の GI 初勝利を飾っている。 2000年には同馬が GI 競争を次々と制して8000無敗という成績でシーズンを終え、この年最多獲得賞金調教師のタイトルを獲得した。冠名、TM を使用する垂水町出身の場所、竹園正しは幼馴染みで、岩本がバンブーアトラスで勝った東京優秀の勝利騎手インタビューを偶然見たことがきっかけで場所になったという逸話がある。 それゆえ、中央競馬に所属している競争馬は多くの所有馬を岩本っ旧車に予託している。2018年2月28日付で定年のため、長教師を引退することになった。括弧内は岩本っと長時の優勝重賞競争。ふとじは GIQ 競争。ふとじは GIQ 競, GI 競争。ありがとうございます。